ゼロリセット。クレイジーに生きる、それが成長の鍵。はい、皆さんこんにちは。ビーングバリュー協会のビーングバリュー経営、その中に理念ロケットというメソッドがあります。今日はその理念ロケットについて簡単にちょっとご紹介をしたいと思います。実はですね、理念ロケットというのは組織で作る、メソッドなんですけども、理念駆動させていくマネジメントの仕組みです。一般的にですね、理念ってどんな会社さんでもありますよね。理念っていうのは一般的に創業者とか、経営のトップの皆さんがその事業をやり始めた思いとか、会社、この会社っていうのは何のために事業をしているのかみたいなことが掲げられたのが理念、経営理念ですね。だけども多くの会社さんはこの経営理念が額の中にとどまっちゃってる。理念は掲げられているもので終わってしまっているということがあります。これを一般的にですね、理念浸透という形で運営をしていくんですよね。だけども理念ロケットは実は理念浸透ではありません。理念駆動なんですね。何が違うのかというのをちょっと話をしていきます。じゃあなんで理念浸透だと弱いのか、一般的にこの理念浸透ってどういうことやるかというと、その掲げられた言葉を浸透させるべくこう研修をやっていくとか、それを評価制度に入れるとかいうようなことをやっていかれますよね。ただ残念ながらそれは外から浸透させていくものなので、エネルギーが弱い、また時間がかかるんですね。ではじゃあ理念ロケットは何が違うのか、経営者の方に言った言葉をですね、これをまず言葉を分解をして、その言葉にふさわしいアクション、どういう行動をとるのがこの経営理念に即した行動なのか、どういう判断をしていくことがこの経営理念に即した判断軸なのかということを作り上げています。でこれがすなわち経営だけが作るんじゃなくてですね、ポイントのもう一つはこれですね、メンバーの皆さんが主役になって作り上げていく、これが理念ロケットの肝です。すなわち掲げられた言葉が駆動させていく言葉作りをですね、メンバーが作っていく、これが理念ロケットですね。で、そこにできたアクションプラン、さらにはそれを駆動させていくための問いかけというところまでも作れると、これが全体が経営理念というふうに我々は呼んでおります。最終的には理念ブックというのものに目に見える形でまとめるわけなんですが、ここまでを作り上げるのが理念ロケットということになります。じゃあなんでこれがパワフルなのかというとですね、メンバーが自ら作り上げたもので、自分たちの判断軸、行動軸になるんですね。単に額の中に入っている言葉ではなくて、その会社の中でのいわばルールブック、バイブルというものをメンバーが作り上げて動かしているわけです。ここが駆動していくわけですね。メンバーの中でその理念が駆動していく、判断軸、行動軸になる。ということがポイントになります。これを作り上げるのが理念ロケットで、私たちはこれをいろんな仕掛けをですね、入れさせていただいて、メンバーの皆さんで作り上げているのをお手伝いをしていく、これが理念ロケット。